ジェニファーと合流する前に、ちょっと寄り道も小道みっちゃん道しておこう。スカイネットから隠れて生活してたんだな。辛いよね。音も立てず、明かりもつけず、狭い場所でじっと過ごすのって。引きこもり。じゃ、病院行きましょう。病院は通い慣れてるんで、なんとなく落ち着く場所です。まあ、ウピ主が通ってるのは、お下劣弾根看護ホスピタルってとこですけど。Every once in a while, there's this unbearable scream coming from that hospital. We need to see what's going on. Let's move. 不気味な音。ホモビの撮影でもしてるのか？Silverfish got him. They're every scavenger's nightmare. Ooh, look. This poor guy is still holding a sound decoy. Sound decoy? You resistance guys just shoot at everything that moves, don't you? Silverfish are sensitive to noise. So, before it pops up from the ground and starts chasing, you throw a sound decoy. It'll draw any nearby silverfish away. I guess you can take it. He won't be needing it anyway.Did you hear that? That's the sound I was talking about. I don't think you should go any further. And what about you? I have to go. That could be the resistance. I understand. I feel stupid asking you this, but Aaron wanted me to find some antibiotics for Mark. I know I'm not making it easy on you, but if you're in there and you find some cheap, we would really appreciate it. I'll see what I can do.And remember that your gun won't do you any good against Terminators. So when you see one, do what I do. Sneak past them. I'll be waiting for you at the hideout. でこいって、僕長い間、てめのこいって思ってたんだよね。てめきん、みたいな、うん、嘘ですけど。おい、ちょっと待てよ。You!Right now, you need to start answering some questions.Hello? 意地でも名前は言いたくないらしい。よっぽど恥ずかしい名前なのか？ドキュン親にキラキラネームつけられたんでしょ？多分。今、キラキラネームのまとめサイト見たけど、結構大声で笑ってしまいました。本人にとっては笑い事じゃないんだろうけども。あれですね、シルバーフィッシュの巣、シルバーフィッシュ、っていうキラキラネームもありそうだな。うん、美味しい、いいですね。あの神風鉄砲玉アルマジロが、突進して自爆すんですね。やっぱ捨て身の神風は怖いな。って言いたいとこだけど、大した脅威ではなかったりします。謎男が言ってたスキャン装置を取りに行きましょう。しかしあの男は何がしたいんだ？ここまでいろいろやれるなら、自分でスカイネットと戦ったらいいんじゃね？って思うけど、いろいろと事情があるんだろうな。
キラキラネームが恥ずかしいから、あまり人前に出たくない、とか、脇がが臭いとか。ああ、くっす。This is it. これだけ敵がいるってことは、もう病院の抵抗軍は壊滅してると見ていいな。本当にこの戦争勝てるのだろうか？人間の数はずんどこ減る一方、機械軍は次から次に新型を大量生産してんだもんな。でも、もしこの戦争が終わったら俺、結婚するんだ。なんて死亡フラグは立てません。結婚はしませんが、減った人口を少しでも戻すため、せっせと子作り作業に勤しみたい所存でございます。そんなこと考えたら、ほんと興奮しちゃいましたよ。そこの手紙の内容ですが、機械たちが迫ってきてます。怖いです、辛いです、辛いです、絶望です、あいきそ、みたいな内容です。あいきそ。この声は、明らかに拷問で受けてますね。いや違う、拷問を受けてる、だ。そんなに激しくついたら、俺の血管壊れちまうよ。もうぶっ壊してやるよ。なんて光景が病院内で繰り広げられてるに違いない。お前何考えてんだよ。いっぱいいるな。しかしあれは罠としてはどうなんだ？どう考えても完成度が低いトラップだと思うが、スカイネットはあれで正解だと思っているのだろうか？浮き主の顔面は明らかに不正解ではあるが。てめえ殺すぞ、これ！きっとあの病院には落体おじさんがいるに違いない。I wonder if I could control those turrets with the hacking device. FPS 画面において、柱先輩は最強の防御アイテムなのだ。先輩、スキッシュ。正直このハッキングのミニゲームも、いらなかったかなぁ。ほとんどやらないし、ハッキングのスキルも一段階目だけ取れば十分だしね。すごくきつそうな拷問だ。板前の収容並みにきつそうだ。もうやめてくれよ。お前の話聞くわけねえだろうね。でかすちょうだい。ああ岩は、死体の山だ、今夜が山だ。怖い。機械たちがわざわざ死体袋なんか使うわけないから、人間にやらせてんだろうな。ちなみに死体袋っていくらぐらいだろ？って思って調べたら、1万4000円前後でした。
こいつの死体ネットでいくらで売れるかなとか思いながら引きずってるんでしょうか。ソングナワケネデロオマエワアホカ。He's from the resistance. The others have to be here too. これはまさかの。いや、なんでもないです。ここにエリンが欲しがってた構成物質。さて、こっからが問題。この先 T-800 が巡回してるんですが、こいつらに実体弾は効きません。実質倒せないので、ステルス使いながらゴールまで進むことになります本来は。ですが私はせっかちなのんけなので、ゴリ押しで突っ切ります。あれ？マルダウンしない？今のは納得いかねえ。よし、これで抜けたな。しかしさっきのはほんと納得いかねえ疑惑の判定だったわぜ。One of us. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Follow that staircase. It'll lead you to the main generator. Overload it, and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise.So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go, and watch out for those metals. やっとレジスタンスと会うことができました。彼らを逃がせばバロン司令官とのアポが取れるはず。師団の全滅の報告、そして私のお給料の件について聞かねばならん。師団から別師団への移動期間内の手当てて初くんだろうな。じゃあ俺、ギャラもらって帰るから。ここもゴーイングゴーイングマイウェイでウェイウェイ行きます。で、ハッキングするとタレットのターゲットからがリセットされて T-800 を攻撃するんですね。ちょっと見学してましょう。いいよいいよ、松本いいよ。どんどんやっちゃってください。いいよいいよ、松本いいよ。松本いいよ。松本いいよ。ちなみに T-800 が持ってるプラズマライフルですが、武器スキルの3段階目が必要です。ただ、必ずしも使う必要のある武器でもないので、気にしなくても良いです。さあそこの君、そんなとこに突っ立ってないで、プラズマドリームシャワーを浴びようじゃないか。
おいでよ、男汁祭り。順調です。あの疑惑の判定さえなければ完璧だったが。I'm on my way out. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet's sending reinforcements. あ、そうだ。この病院はティーニでサラコナーが収監されていた州立警察病院って設定らしいです。途中にシルバーマン医師の手紙があります。T800 のバーゲンセールだ。ここは右の壁沿いが安定です。